ある人間と会いました。自分は恐怖の大王だと名乗った。私はその人にあなたが来たらこう伝えるように言われたんです。これが始まりだ。笠原さん。笠原さん。残っていた液体からウイルスが検出されたんです。成長を急激に促進させる働きがありました。小山康夫、31歳。殺人罪で起訴中です。恐怖の大王の正体はお前なのか。ただあの人に命じられたままやっただけだ。誰だ？ジェイラー。ジェイラーって英語で監視のことですよね。ついに分かったな。あんたの正体が。私の時はお前が死ぬ時だ。貞子さえも操っている人物がどこかにいる。恐怖の大王、つまり監視。そう、監視。君たちはその言葉の本当の意味をまだ知らない。本当の意味。ノストラダムス研究家河合徹さんが私たちの前に久しぶりに姿を現しました。これから皆さんを恐怖の大王のもとへお伝えします。果たして恐怖の大王の正体は明らかになるのでしょうか。これならあいつも何もできない。河合さんが監視の正体を掴んだ。確かに貞子はここにいた。どこに行ったんだ。果たして恐怖の大王は本当にその姿を現すのでしょうか。恐怖の大王、お前の正体をバラしてやる。車の中から河合さんが忽然と姿を消し、その行方は1時間経った今でも未だにつかめておりません。この事件と恐怖の大王に何らかの関係があるというのでしょうか。河合さんが私たちの前から突然姿を消し、何があったんですか。あんたたちは仮想研を消してしまいました。河合さんがいなくなっちゃったんだよ。いなくなった。どういうことですか。そりゃこっちが知りたいぐらいだよ。突然車が光ったと思ったら跡形もなく消えちゃったんだからさ。突然河合が消えた。どうしてそんなことが。
目が覚めたか。誰だ。お前は余計なことをした。あんたが恐怖の何をする気だ。まさか俺を殺すのか。そうなのか。何をするつもりなんだ。お前には何もさせない。決して許さないぞ。はい、小田研究室です。お待ちください。先生、お電話です。はい。はい、小田です。小田先生、安藤です。どうしたんですか。貞子が貞子が生きていました。何ですって。貞子が私たちの前に現れました。しかもその姿は生まれ変わったように、まるで貞子に殺される前の高野真衣さんのようでした。そんなバカな。先生、貞子はあのままの犯して死ぬはずじゃなかったんですか。貞子は急成長を抑制する遺伝子を持っていませんでした。つまり自分の体の老化を止めることなどできるはずがないんです。生きてるはずがありません。それじゃあどうして貞子が私たちの前に。誰かが貞子の DNA を解析し、遺伝子の欠陥を治療して正常な体を戻したんだ。しかし貞子を蘇らせるとしても、遺伝子工学に相当詳しいものじゃないとできるはずがない。それにその知識と技術を持っているものは限られています。一体誰がそんなことを。本当の敵は貞子ではなかった。貞子さえも操っている人物がどこかにいる。貞子は生きていました。そして河合が失踪した。おそらくそれは看守がやったんです。
生田さん、あなたは私たちが監視の本当の意味を知らないと言った。あれはどういうことなんですか？監視とは何者なんです？生田部長、まさか今になってこんなに恐ろしいことになるとは思いもよらなかったんだ。どういうことですか、リクタさん。それは今から20年前、私が大学で研究を始めたばかりの頃だった。私はあの忌まわしい実験を行った。大学の地下に刑務所を再現した部屋を作り、そこに子供たちを集めた。一人を監視の役にし、囚人の役にして生活をさせた。子供たちを。どうしてそんなことを。一人を監視の役にすることによって子供たちの関係に変化が生まれる。それは子供たちのパワーバランスの変化を確かめる心理学の実験だ。そして何事もなくそのまま終わるはずだった。しかし監視という絶対的な権力を手に入れた子供が恐ろしい事件を引き起こした。あいつは、あいつはどうなったんですか。私の予想をはるかに超えた恐るべき才能を発揮したんだ。人間が本来持っていると考えられる残虐性や暴力性を恐ろしいまでにあらわにした。手を下すこともなく、人間が本来持っている悪意を利用することで囚人たちを争わせ、精神的にも肉体的にも虐待をしたんだ。子供たちはどうなったんですか。石井正勝と坂上純次、この二人は自ら命を。自殺したんですか。恐怖に耐えられなかったんだろう。いや、生き残るために監視の言いなりになった。他の四人に死に追いやられたと言った方がいいかもしれない。幼い子供が、同じ子供にそんなこと。なんてひどいこと。子供の頃に列をなすアリをわざと踏み殺したことはないですか。セミを捕まえた時にわざとその羽をむしり取ったことはなかったですか。彼にとっては人間も虫同然だったんだ。踏みにじられ、
胸部に逃げ惑う子供たちの姿を見ながら、あいつは満足げに微笑んでました。それでどうしたんです？もちろん私はすぐに実験を中止しました。しかし私は幼い子供の命を奪ってしまった。その罪は決して贖えないことは分かっています。しかしあの時の私はあんなことになるなんて、あいつがあんなに恐ろしい奴だとは思いもよらなかった。そして今その看守が私たちの前に再びその姿を現した。看守だけではありません、その囚人たちもです。どういうことですか？拘置所から脱走した小山だよ。彼は囚人役の子供の一人だった。それだけじゃありません。グリーンタワービルの事件の時は死んだはずの男の指紋が発見された。有田も。そうなんだ、彼もまた囚人役の子供の一人だった。それじゃあ看守は今でも囚人たちを操っているんですか？有田という名前が出た時すぐに看守の存在に気づくべきだったんだ。あいつは有田の名を語り小山を操ることで私をもてあそんでいた。私はこの20年間の間どこからかあいつに見張られていたんですよ。それじゃああなたから貞子のデータを盗み出しグリーンタワービルの事件を引き起こしたのも、ディスクをテレビ局に送ったのも監視です。あいつは河合という預言者を操り小山には拘置所でウイルスをばらまかせた。そして貞子をも蘇らせた。その男は貞子と手を組んで一体何をするつもりなんでしょう？おそらく私たちを、世界の人間たちをまるでアリのように踏みにじるつもりだ。その男は、その監視をやった子供は誰なんですか？東健一。東は今どこに？わかりません。この実験以来私も必死で探したがその消息が分からなかった。部長室です。何をするつもりだ？貞子と何をするつもりだ？20年前のあなたの実験はまだ終わっていない。私がその成果をお見せします。生田さん、近々お会いすることになりそうですね。楽しみに待ってますよ。
殺すのか。殺せば助けてくれるんだな。世界の人間たちをまるでアリのように踏みにじるつもりだ。お帰りなさい。あ、ただいま。遅いな。なんだ西島。お邪魔してます。久美子ちゃんね、私のこと心配して来てくれたの。そうか。 あなたご飯は？うん、食べた食べた。せっかくごちそう作って待ってたの、どこ行ってたの？女房みたいな口聞くな。女房の代わりに言ってるんですね。今すぐ匂いするから。先生どこ行ってたの？どこって？また何か起こったでしょう。どうして？そんな気がするんです。何も起きてないよ、心配のしすぎだよ。本当に？さあ飯だ。お前食べるんだったら手伝え。はい。先生っていつもあんなんですか？なんか濡れた？ご飯食べるの一生懸命待ってたのに、もうなんかやれやれとか。ここが東健一の家です。しかし例の実験が中止になった20年前、東はここを出て行ったきり、その消息は分かっていません。家族は？両親も親族も皆亡くなってます。長い間使われてないみたいですね。暗くてよく見えないな。DNA を調べるには時間がかかる。綾原君、歯型の方は？はい、今照合してます。身元が判明しました。歯型をデータに照合したところ、4年前に失踪し捜索願いに出ていた人物に合致しました。名前は織本弘明、年齢は当時28歳です。遺体の状態から見て失踪当時の4年前に殺されたものと考えて間違いないそうです。織本弘明、彼は4年も前に殺されていたのか。彼もまた生き残った囚人役の一人だった。凶器のナイフも小山が殺された時のものと同じでした。東に操られていた4人のうち3人が死んだ。残った宮島も
もう殺されてるかもしれない。河合さん、間違いない、あいつはここにいた。少し戻します。今誰か映った。ええ、拡大してみます。これが東。こいつは、東はどこにいるんだ。午後5時ごろ、東京都千代田区にある科学捜査総合研究所地下駐車場で、ノストラダムス研究家河合徹さんがナイフで刺され死亡しているのが発見されました。
河合さんは自らを預言者と称し、テレビ番組にも積極的に出演、いくつもの預言を的中させ、世間を驚かせていました。河合さんを殺害した犯人の行方はまだつかめておらず、警察では最近の河合さんの行動に不審な点が多かったことに何らかの関連があるとみて捜査を進めています。ねえ、まだなの？まだ来てないですね。どうしたんですか？おう、部長がいないんだよ。いない？まだ来てないのよ。おかしいと思わないか？部長がこんな時間まで来ないなんて。昨日の今日だしさ、なんかあったんじゃないかな。リクタだ。部長、今どこにいるんですか？大丈夫ですか？心配するな。少し昔を思い出していただけだ。アズマですね。アズマの居場所が分かったんですね。部長、すぐ戻る。駐車場になっているそうです。それじゃリクタさん、どうして？でもあの人はそこにいる。リクタ部長の車です。やっぱり部長ここに来たんです。どこ行ったんだ？どうしてここに東がいると思ったんだ？大学の地下に刑務所を再現した部屋を作り、そこに子供たちを集めた。
この中にあったんだ。それじゃあ高野舞さんはこのコンピューターにたどり着いて貞子のデータを消したんだ。の最後の一人、宮島だ。どういうことですか？宮島も東に操られていたんだ。妻はこの囚人たちを殺しただけじゃない。俺たちのそばにいて、俺たちを、人の命をもてあそんでいたんだ。まるでゲームを楽しむかのように、俺たちの命を。アズマは誰なの？
ました。先生、囚人たちの名前から一文字ずつ取って偽名を作った。あなたが看守の東健一だったんですね。小田恭介先生、オーダー。ただずっと答えを探したり、形なき自由を手にしたり、混沌の世代に僕らは生まれたんだし、慌ただしく年を取っていたり、若き日を空手に美化したり、人並みな未来がうざったくてうなだれる灰色の太陽、静寂と悲しみ、針のまま偉大のさ、不器用でもしょうがないでしょう。小田先生、小田があなたに死をもたらす。私にはあなたの未来が見えるんです。あれは僕の力を世間に認識させるためのほんのデモンストレーションに過ぎない。まもなく本当の事件が起きる。